ここは JR 高徳線徳島駅です。今日は2019年の9月18日違うまだ17日ですが、これから18日に変わります。これから大阪まで向かいます。今ちょうどここで大阪行き最終の南海バスが出発をするところ。このバスで大阪まで行くと3000円ほどかかります。そして今日中に着いてしまいます。私は大阪まで格安で移動したいと思います。その運賃は2000円、さらに今夜の宿泊代も浮かしたいと思います。3時間ほどですが、仮眠をする空間がこれから乗る南海フェリーの中に一応は用意されているわけです。しかしこれは地獄の行程となるでしょう。この様子を皆さんに楽しんでいただきたいと思います。地獄行きの前に最後のシャバの飯はここ麺王で食べました。徳島ラーメンのお店です。徳島ラーメンの特色は、まず麺の硬さが選べること。でもこれは福岡のラーメンもかなり似てますよね。それから、独特のスープ、これがねまたすごい悪いことをしているような美味しさなんですけど、罪悪感のある味。この麺王に関してはラーメンも非常に安く1杯500円、ご飯を頼めば、ご飯は食べ放題だから、ラーメンライスをやることも考えましたが、今回は替え玉にしました。徳島ラーメンは店によっては机の上に卵が置いてあって、それを50円と引き換えに、勝手に割って食べると。でそれがですね、あのラーメンの、典型的な食べ方。徳島ラーメンは卵を割ってこそ、本来の味を発揮すると言ってもいいかもしれません。私はあんま生卵って食べないんですが、ここでは食べました。ちょっと割ってる時にね、片手で割ろうとして失敗しまして、非常にみっともない割り方になりましたが、確かにね、実は私もこういう風に偉そうに講釈垂れてますが、麺王で、卵を割って食べたのは今回が初めてだったんですが、ちゃんとね味が変わってびっくりしましたね。卵を入れた方がまろやかな味になります。卵は1個50円。東大という店はタダで確か卵がもらえるんだったかと思います。結構徳島ラーメンは私好きです。でも東京ではあまり食べる機会がありません。でこの徳島駅前バス乗り場から南海フェリーの乗り場まではバスで送ってもらうわけですが、今から行くと21時50分に接続をするバスがちょうどやってきます。それが最終便です。ただこれに乗るとあまりにも早く着きすぎます。寝るという場合ではありません。もう0時5分、これから寝るかなみたいな時間ですね。場合によってはそれにもう和歌山に着いてしまいます。それは問題ですので、私はその便を見送り、休校になったり1便も当然乗れず、2便、2時55分発、これに乗ることにします。和歌山に着くのは5時10分、3時から2時間か2時間と15分は船の中で寝ることができるはずです。この徳島駅から船の乗り場までは大幅に離れてます。全く行けない距離ではないですが、歩くととんでもない時間がかかりますので、この最終のバスに乗ってあとは船乗り場で待つしかないのです。南海フェリー前。さて来ました、徳島小松島港。確か私が前に来たのはあれだな、フェリー北九州で、オーシャン東急でですね、新文字から東京まで2泊3日乗った時、あれ以来ですね、ここを利用するのは初めてですが、今映っていた船に乗るわけではありません。今一本前の船の乗船改札中、特に係の方はここにはおられないようですけどね。このような立派な待合室、しかし歩いて乗る人はもうほとんどいないそうです。実際私しかいません。私しかいないんでね、ここでゴロゴロしてもいいのかなって気もするんですけど、このようにですね、寝転んで寝ることについては対策をした椅子が並んでおりますんで、ちょっとこれは寝転べないな。気合で寝転ぶこともできますが、まだ座っている方が快適でしょう。なお有名なこちらの宇和島運輸、この船についてもまた深夜便がありますが、これはね待合所、よく横になって寝ることができるんですよ。だから別府八幡浜間夜の移動も非常に快適です。1時間経ちましたけど暇すぎますんでね、今11時15分、切符を売るのがね、なんか2時15分とかかららしいんですよ。1、2、あと3時間、船に乗るまであと3時間40分もあんな。私も大学生ですのでね、10月からまた授業を受けますから、どんな授業を受けるかっていうのを、今考えているところです。今12時20分座ってればね、いろんなこともあるもんで、船が和歌山から今到着したところだったんですが、おじさん一人おいでになってですね、ホテルでお勤めの方だったようですが、私学生時代には日本一周をさせておりましてみたいなことを言っていただいて、ちょうどですね、私の親世代より少し上ぐらいの年齢の方でしたが、日本一周をしてるだなんて、いや私も実際やってるところなんですよ。で私のポケットに、入っている使ったお金の金額のメモとかこう見せ合ってね、
あの私もやりましたなんて言ってですね、あのこういうようなことをこう一緒にこう見せ合って、あはっはーなんてあの楽しくお話をしました。で一番最初にあのこんなものをですね、あのご馳走いただきまして、まあ、あのどれでもどうぞ好きなものをと言っていただいたんで、じゃあ遠慮なくいただきます。私はこの瀬戸内レモンレモネードをこれにしたわけです。どこの橋かは分かりませんけどね、瀬戸内海の名物レモン、これをご紹介したのが最後になりましたか。人工甘味料スクラロースアセスルファムカリウムも入っていました。さあ時間になりましたよ。今の時刻が2時43分。あ、意外と平気です。ここまでは平気、ただなんか夜が遅いっていう感じですが、地獄は明日の朝だろうな。強烈に眠いところで起きざるを得ないわけですから。この船は結構早めにここへ着いたんですよね。で本当だったらばこれが12時台0時台の便として和歌山に向かうんですが、それが急行なのでずっとここに停めてた。だったら早く乗せてくれればなと思うんですが、そうはいきません。和歌山までの所要時間の2倍あの待合室で待ちました。いや昼間なら楽しい船旅も、夜あと2時間しか眠れない、これは辛いものがありますよ。まあでもね、地獄だ地獄だと言ってますけど、値段は天国です。さっきもお話したと思いますが、これですね、乗船券、徳島港から和歌山港までのものと、それから和歌山港から大阪難波までの、乗り換え、南海電車の切符、これで合わせて2000円。まあ本当はこの徳島から和歌山まで船に乗るだけで2000円なんですが、さらにこのスキップ2000というあの割引切符を取りまして、なんと南海電車にタダで乗ることができる、和歌山から大阪までタダで行けるんですよ。こんな安いものがあるかと思うんですが、そういうわけで、安さではこの徳島対大阪の、最高のルートとなっているわけです。しかも夜であればこのようにめちゃくちゃなことをすれば、まあ、一応宿泊代は節約できるかなという感じですね。もうあまり出港まで見届けるというつもりもないのですが、まあ、せっかくなんでほとんど浸いませんけどね、中の様子でも見てから行きますか。水をバシャッとぶっかけて洗ったんでしょうね、その跡がまだ残っています。結構大きな船ですよ。この外のデッキにはさすがに誰もいません。やっぱさすがに夜寝る時間ですからね、一般の室内客室であんまりカメラ持ってうろうろっていうのは、他のお客さんもみんな不審があるでしょうしね、ちょっと控えておきたいと思います。ちょっと映す程度。この内側が客室、客室もこのように広く、お客さんはそれほどこの時間はいませんので快適です。場所もよりどり緑、このような座席タイプのものと、奥にですね、あの寝転べるようなスペースもありまして、まあ、一般の船に期待されるようなものは大体揃っています。コンセントも数は少ないながら、まあ、場所をいろいろと設置されてますんで、充電ぐらいはできるんじゃないかな。盗難に気をつける必要はありそうですが、この間ね、反抗したりするんで従業員と会ったんですが、これをもらいました。蒸気でアイマスク、これすごいよく眠れるんですよ。差し入れでもらったのを使わせてもらいます。これを使えば、さっきまでずっとパソコンやっていてまだ冴えている頭もすぐにお休みモードに切り替わるでしょう。はい、おはようございます。今朝の、5時15分。あんまり寝てませんよ。もちろんだって2時間しか経ってませんから。でもね、まあ、意外となんとかなる。まあそれはただ単に私が意外と寝なくても平気だったってそんだけなんですけども、まあ地獄というほどきつくはありません。もっとも今日はまだあと19時間もあるわけでして、それずっと持つかどうかそれは別の問題ですけどね、2000円で移動できたのはありがたいことです。なんか和歌山側の方があれでしたね、ベンチとか良かったですね。まあ、あそこでだったらばゴロッと横に寝ていけるんじゃないかなって気もしましたが、結構あの船寝てる間なんか寒かったですね。ちょっとこの喉とか風邪ひいたりしないかなというのがかなり心配。それからね、あとこの2000円で行くというやつなんですけど、なんかいろいろ条件があるみたいで、多分船でこの港に着いてからすぐ列車に乗り換えられるような時間の利用でないと、なんか2000円でね行けないみたいなんですよ。昨日なんかそういうことを教わって、だからあの一応参考にして行かれる方はお気をつけになった方がいいと思います。この南海フェリーは貴重な鉄道連絡船でして、このようにですね、あの船を降りるとそのまんまずっと道筋が続いており、その先に南海線の和歌山港駅がそのまま並んでいる、まあ、つまり直結なんですね。
和歌山港駅の列車の本数は非常に少なくて、多分1個お隣の和歌山市駅、そこまでだったらすごいいっぱい本数があるんでしょうけど、ここはもう本当にフェリーとの接続のためその専用の駅という感じです。見ると駅の周り、このように船着き場、それから工場ぐらいしかありません。乗ってきた船はあれ、結構大きくて立派で船もかっこいいです。さて、和歌山から1時間少々、今大阪難波に到着しました。途中から通勤ラッシュになり、まだ朝の6時45分ではありますが、ちょっと外の様子を映すような雰囲気でもなかったのです。本日の行程を今更ながらご説明いたします。まず徳島から南海フェリーで出発し、先ほど和歌山港に着きました。南海線に乗って今大阪難波、これから近鉄線に乗り換え、生駒山地を越えて奈良を経由し、本日の目的地は名古屋となっております。それじゃあ続きは引き続き、何言ってん、続きは引き続きって当たり前なんですけど、続くんですがね、楽しんでいただければと思います。いや、いい景色が立派です。どうもありがとうございました。